とマナさんが行く。これでいただいていきます。はい、スプーンで崩しながら食べる。あ、俺はなんかスプーン食べこんな感じ。おじゃあ今からテレビ塔に行ってみたいと思います。ピノチが撮影しております。やばい、痛い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 、まあ、めっちゃ痛い。どこで打ったの？あのコンクリートあれで打った。痛った大丈夫？明日青地になる。やばいやばいやばい。見せて。ここからバンジージャンプしたいね。バナナ無理なやつだ。すげえな。これ誰がいた？おお。何やったでございます。いやすごい。相撲取り家族じゃない。これやっぱ多かったね。そうです。お前これそっち。セイコーマートに売ってた冷凍の刺身を解凍したものです。値段なんと400円。ぶち安いコンビニで売っとるやつ価格にしては。硬そうだね、なんかジャーキーじゃんみたいじゃない。水分が多分抜けとんよ、大きすぎたけ。じゃあ食べてみます。うん、美味しい。うん、あースーパーの刺身より美味しいわ。マジで？うん。次から買いますか買いませんか？買います。あ、そう。でももうセコマはないんです、残念ながら。本土にも作ってください、セコマートの社員さん。はい、それでは北海道一週間の旅いかがでしたか？襟裳岬、なんか出てきましたね。襟裳岬が一番景色良かったね。あ、そうだ、うん、あの魔女の宅急便 の、うん、あの気球が出てくるシーンがあるんだけど、うん、そこのシーンに似た景色のところがあって、うん、なんかすごい良かった。他にはあの初日近くに食べた5時間並んだ店。マルトマ食堂の、 あのウニ丼もすごかったけど、うん、やっぱり400円で あのクオリティのサーモンマヨネーズの、うん、あれは美味しかった最強だ、ね、うん、あれは最強、うん、じゃあいろいろ食べましたけど、君の中での北海道第1位はマルトマ食堂です。ですね。マルトマ食堂、うん、では第2位は第2位はあの昨日行った餃子、うん、札幌餃子製造所ってところ。覚えとるじゃん名前まで。でそこの、うん、あのザンギからあの本土で言ったら唐揚げみたいなやつの、うんうん、タレ付きザンギがすごい美味しかった、はい、今まで食べた唐揚げとかザンギの中で一番美味しくなかったものなかったね。北海道基本美味しい。あ、そうですか、うん、北海道離れるのに一番何が残念ですか？やっぱ海鮮食べれんくない。あー、そうよね。シャコタンのウニも食わしちゃいたかったけど、残念ながら僕は3日ほどね勘違いしてたので、そうそうそう、君たちの帰りを、うん、ではピノちゃん、はい、はい、あなたが一番楽しかったことは？一番楽しかったことは襟裳岬の景色を見る、うん、襟裳のやっぱりあんたも襟裳岬だった。そうですか、よかった。じゃあ食べ物の第1位は北海道で美味しかったもの？餃子。すごい、みんな北海道で餃子か。じゃあ第2位はエビラーメン。あー、エビラーメン、ね、エビラーメンもね、まあラーメンと餃子が好きだからね、でも2人ともセコマでテンション上がらんかった。あの筋子は上がったね。筋子のおにぎりだろ。鮭が美味しかった。鮭結びね。じゃあ僕たちも、ね、子供たちが来てちょっとリフレッシュできて、これからまだまだ日本一の旅は続きますが、心新たに今日からまた出発したいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。近いのバイバーイ。行きましたね。夏休みは終わりました、はい、今日から本格始動で、はい、じゃあ、おたるに乾杯。
予約でいっぱいで、いっぱい、まあ、週末だけね、うん、で白ではあるけど、で魚は売り切れ、あの空いとってもね、で8時半で閉まるとか。これズンダ、はい、すいません、ズンダです。枝豆の枝豆、はい、またファールチップです。いつも貸す。あ、ズーナズンダと枝豆違う、大福かな。ズンダっていう言葉を北海道の人使わないかもしれない。あれ、私どこやったっけ、ケータ、シリに、シリにしたいつもです。今日も携帯を忘れて。ねえ、ナッツさんにね。ナッツでちょっとこう。やっぱりすりつぶした枝豆のことをズンダっていう。あ、そうなんだ。その勝ち起こったから呼びてくる。1時間走って気づいて石狩に行っとったんですよね。で結局今日は石狩市に寄ろうと思ったけど石狩はやめました。じゃあいただきます。あ、美味しいものから食べる。え？いや全部美味しいよ。やっぱ小樽っていう。うわ、綺麗。こちらタレになりますので、鶏と卵よく溶いていただいて、煮てお召し上がりください。好みの感じ。ちっちゃい握り。ずっとやるの。食べんだろうだけ私。握りってほとんど。さっきお寿司屋さんですごい待っとったけさ、外で。蝶々だと思っとったのよ、これでっかい。すごい。繁殖したね。コウモリのように飛んでいく。ほらほら、おうおう、え、死んでないよ。震えとる、震えとる、死にかかる。ここも震えとる。これでもう一回乾かすか。うん、もうああいう枯葉が落ちるところでウォーニング出せねえ。はい、チャビとね、今から、散歩がてらパンロールという鎌江さん、かまぼこ屋さんなんですけど、そちらに向かって歩いて向かってみたいと思います。単独撮影、どういう画像になるか分かりませんけど行ってみたいと思います。はい、こちらが鎌江さんですね、パンロールかな、というのがかまぼこがありますので、それを買いに行ってみたいと思います。これか、パンロール、うん、パンロールを2つと、なんかここだけの、パン何回でもう1個あるんじゃない、パン、あ、パンドーム、あー、はい、パンロールと、パンドームを見事ゲットしました。そしてチャビ君と2人で、今ね、小樽のこのどんぶり茶屋さんの前を通過して、ちょっとしばらく散歩してみたいと思います。この通りがね、ずっといろんな観光名所がざっとある通りですよね。これが商店街ね、抜ける裏道かな、そちらを入ったところが小樽都通りというかな、そちらの方に西川パンジューさんというのがあり、小樽名物ね、パンジューも買って帰ろうと思います。西川パンジューさんで今もう4つしかなかったんでね、買いました。店内の撮影は禁止ということで、撮影はできませんでした。やっぱり昔ながらの商店街のお店さんが多いですね。今の西川パンジューさんもね、もう手作りでやってる店なんかないだろうと、全部機械でねやってるんで、熱いうちに食べなさいということで、4つしかもうなかったんですけど、ちょっとねママに持って帰る前に1つ食べますね。帰ったら3つしかなかったということにして、1
ょっと一個つまみ食いしてみます。うわ熱々じゃん。はい、こんな感じです。つまみ食いします。おこ、あんこが熱々。うん、おいしい。あんこもね、そこまで甘みがちょっと抑え気味、上品なあんこで、皮がねパリパリ、ほんま、あの二重焼きとかね、大判焼きとか言われるものを想像されますけど、うん、これはね、それよりちょっと皮はパリパリなんでね、ちょっとたこ焼きまではいかないけど、あの本当美味しいです。まあママには内緒でお願いします。帰ってきました。昨日はね、こちらの観光駐車場、こちらの方に車中泊しました。釜石さん大人気パンロール。何パンロール？かまぼこなんだけど、ほぼかまぼこじゃん。中に具が入って、それパンの、かまぼこじゃろ、練り込んでる。でも美味しい。これはもう腹いっぱいになる。これ大人気なんや。小樽といえば釜へのパンドール。パンドーム。え？パンドーム。パンドーム。パンドーム。思った。パンドームの後にできた限定品パンドーム。パンロールにパンドーム。何屋さんなのこれ？かまぼこ屋さん。うん、ちょっと食べてみて。うん、こっち食べて。こんな大きいの？じゃあもう自分の分じゃん。春巻きみたいだね。いや、やっぱりかまぼこよ。うん、おいしい。外側の皮がサクサク、うん、春巻きみたいだね。練り物の春巻き。この練り物が美味しい。うん、美味しい。うん、超美味しい。朝から、まあちょ、かまぼこいっぱいあるんよ。うん、イラ店とかゴボ店も結構みんな衝動買い、ちょっと大人買い。まあ、観光客なんか地元か分からんけど、うん、まあ、なんか出てきた。嘘ばっかり。ほら、あれわしの出てこんかったっけ。それ当たり、それ当たりじゃ。なんかつまみにもおやつにもおかずにもなるな、うん、まあ試食にもなる。試食って何や。試食、ご飯代わりね。ご飯代わりの試食っていうのがある。じゃあ僕はパンジを苦労して。ちょっと待って、その前にご飯以外に主食っていうのなんな。麺、パスタ、炭水化物。主食。主食、なんで、何に聞こえたの。主食。何、主食言ったらつまみ食いじゃん。そう、そのつまみ食いを主食って呼ぶ。主食、感じろ。うん、皮がパリパリ。これは、これ美味しいわ。パンジューってどっかにもあったよね。うん、あの夕張じゃない。うん、そうそう、夕張パンジューみたいなのがあった、あったな。うん、これ皮とあんが絶妙なハーモニー。うん、あの皮がパリパリ、ほんま。で、あんこはどうなの。あんこは上品な甘みで塩味が効いて、うん、めっちゃ美味しい、食べやすい。あんこたっぷりじゃけど、あっさりしとんね。あっさりしとん。ちょっとたこ焼きっぽいね、皮は。あの、パリパリで。今川焼きとか、二重焼きとかとはちょっと違うな。うん、皮は。薄皮じゃけ。うん、うん、うわ、お腹いっぱいになる。200グラムぐらいあるんじゃない。食べてみようと。あ、よりサクサク。どう、ここが。あ、そう。これは、あ、具が、味が違うで。これは味が、エッグロールみたいな。うん、味が違うじゃん。うん、美味しい。これハムエッグ。ハムが入ってる。ハムの香りがする、ベーコンの。なんか入ってるな。うん、美味しい。でもそれも練り物じゃろ。うん、うん、でも練り物だけど、これ不思議じゃねえ。うん、これはよりパンに近い。あ、そうなん。うん、不思議。卵サンドと、うん、練り製品を一緒に口の中に入れた感じ。うん、卵サンドと練り製品。うん、
すごい上手にできとるこれ。もうハムの目が恐ろしい。あんたどうしたの？玉ねぎも入る。これめっちゃ美味しい。今よかった。さっきのも美味しかったけど、これめっちゃ美味しい。うんうんうん、なるほど、うまいね、うまい、これうまいね。さっきのも美味しかったけどこっちも美味しい、うん、すごいベーコンの香りがいいだろ、うん、ベーコンもただのベーコンじゃない、燻製だよ、いぶられてる。ベーコンっていぶされてるの？どのベーコンも、あ